中原ひとみは日本の女優。本名、土屋さと子。愛称は、万美。東京市出身。あずゆ所属。夫は、江原慎次郎。長男は、土屋歩。美。長女は、土屋沙織。1955年、共立女子高等学校中退。東映ニューフェイス第一期生として、東映へ入社。同期には、山本林一、高田都市 南原孝治らがいる。1954年、映画、魚オしの石松女海賊と戦うでデビュー。純愛物語で原爆の後遺症で、短い生涯を閉じるヒロインを演じ、1957年の、キネマ旬報ベスト10第2位に入った。1958年6月25日、世界三大映画祭の一つ、第8回ベルリン国際映画祭に、 出席のためドイツのベルリンへ出発。6月27日、映画祭開幕。最終日の7月8日、出演作で出品作の純愛物語が銀熊賞を受賞。審査委員会の長編劇映画部門の委員長はフランク・キャプラだった。その後、フランス・イタリア・スイスを経由して、7月21日、約1ヶ月ぶりに日本に帰ってきた。 当時はまだ海外渡航自由化の前で、この映画再出席は受賞とともに、貴重なヨーロッパ訪問となった。日本出発時の写真が現存する。1960年代初めまで、東映現代劇の看板女優として、数々の映画に主演。1960年、エバラと結婚。1963年以降は活動の場を、テレビドラマへ移した。 1979年頃から再び映画にも出演し、演劇にも活動の場を広げる。家族4人で出演したライオン歯磨きの CM は10年以上にわたって制作された。夫の光源とはおしどり夫婦として紹介されてきた。1990年に長男を交通事故で亡くし、翌年に亡き息子への思いを綴った著書を出版。趣味はガーデニング。 麻雀、書道、NHK 日本テレビ TBS、富士テレビテレビ朝日テレビ東京2000年2003年、ありがとうございます。